さて、2月20日の今日はメトロポリタン美術館が開館した日です。メトロポリタン美術館はニューヨーク市マンハッタンにある世界最大級の美術館。その歴史は1866年にまで遡ります。当時アメリカ合衆国には国際的規模の美術館が存在していませんでした。このことを憂えた法律家ジョン・ジェイがパリのアメリカ独立記念日を祝う会合の席上にて美術館の設立構想を訴えたのが設立のきっかけです。その4年後の1870年2月20日に多くの芸術家、美術収集家や実業家たちの努力が実り、メトロポリタン美術館が開館することになりました。当時メトロポリタン美術館は現在の位置よりも南にありました。1880年3月30日に現在の場所で開館し、1888年現在と同じ外観を持つこととなりました。メトロポリタンの特徴はコレクションの幅が極めて広く、あらゆる時代、地域、文明、技法による作品を収集していることにあります。そして最大の特色は、これだけの規模の美術館が国立でも州立でも一律でもない純然とした私立の美術館である点。入館料が美術館側の希望額として表示されているのも名物で、懐事情の苦しそうな美大生だと入場料が足りなくても多めに見てくれたり、いかにも裕福そうな紳士淑女には気前の良さを期待しているんだとか。1階のエジプト美術館に展示されているのはミイラや壁画など3万点以上のコレクション。エジプトの神殿を再現した広くて明るい空間、デンドゥール神殿にはアメリカならではのスケールの大きさを感じます。1階の大ホール正面から大きな階段を使って2階へ行くと、12世紀から18世紀のヨーロッパ絵画を見ることができます。フェルメール、レンブラント、ルーベンスなどヨーロッパ絵画の巨匠の絵がまんべんなく揃っています。他にも絵画や彫刻、鎧や武器、写真などなど見どころはたくさん。昔 NHK のみんなの歌でメトロポリタン美術館という歌が流行したので、名前を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。絵の中に閉じ込められちゃうくらい夢中になれる空間、いつか私も行ってみたいです。以上、今日は何の日のコーナーでした。